M8 招待嫌われる勇気第1夜、うん、帰り道、うん、居酒屋ルーム8にて、うん、へーん二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、ということで、うん、第1夜、うん、青年が、うん、鉄人にカッパされて、うん、ここにやってきました、うん、とても青年は落ち込んでいます、うん、こんなこと言われたんですよ、うん、問題は、うん、世界がどうあるかではなく、うんうん、あなたがどうあるか、うんうん、っていうことを言われましたと、うんうん、世界がとてもシンプルだよ、うんうん、って言われたって青年が落ち込んでます、うんうん、その青年に、うん、そんな青年、うん、多いかもしれません、うん、に紹介したいのがこのエニアグラムというものがありますと、うんうん、このエニアグラムって何って、うん、でこのドン・リチャード・リソさん、うん、ラス・ハズソさんが書いたもの、うん、でこのエニアグラム基礎編っていうのの初めに役者前書きとして、我々はあるがままに物事を見るのではない、我々があるがままに物事を見るのであると、うん、なんで人はあるがままに、うん、あるがままのものを見ていない、我々があるがままだと思っているものを見ているんだよと、うん、自分が見たいように見ている、見ている、うん、でこの青年に多分、うん、エニアグラムがありますっておすすめすると、うん、多分あの青年、うん、嫌われる勇気に出てくる青年は、うん、多分こう反応しますよ、うん、何ですかそれはと、うん、そんなもの聞いたことありませんよ、うん、あなた方も鉄人と同じように私を騙す気ですかっていうこんな青年、実はこのエニアグラムが言うところには、人はそれぞれ囚われっていう気質は決まったものである。なんでこの辺がちょっとあの嫌われる勇気と、嫌われる勇気アドラー心理学で言うところの変えられるって言ってるのとはちょっと違うかもしれないんですけども、このここにある変わることの第一歩は知ることにある、はい、これがエニアグラムだと思うんですね。そうですね。でエニアグラムでいうところの、うん、そのエニアグラムは、うん、自分を知りましょうなんですよね、うんうん、で人はそれぞれ、うん、あの囚われっていうのがあるよって言っていて、これ私的に、うん、二等兵的に言うと、うん、あの OS がそれぞれ違うのかなっていう感覚なんです、うんうんうん、要は OS が9タイプありますと、うんうん、でその OS の9タイプによって、うん、大きく人は物事を見ている、うんうん、でその旧タイプごとにそれぞれ脆弱性があると、うん、でその脆弱性が決まっていて、うん、それを知ると対策できるよっていうのがエニアグラムです、うんうん、あまり間違ってないんですよ。あまり間違って、まあ、要は自分がどんな人か、ね、どんな人か、うん、でこの前のお話で、うん、鉄人は、うん、ライフスタイルが先天的に与えられたものではなく、うん、自分で選んだものであるなら、うん、再び自分で選び直すことも可能です、うんうん、なんてことを言うんですけども、うん、多分それは、まあ、変えられるんじゃなくて先天的にあるものを分かっておけば、うんうんうん、それを意識して変えられるよねっていう、うん、そう、まあ、エニアグラム的にいくとこう自分には囚われがあるわけじゃない。でその囚われによってこれはできるとかできないとかっていうのを勝手に自分で決めてそれを選択してるので、はい、でもその囚われっていうのはまあ勘違いじゃないですけど、自分の心がそう囚われてるだけで手放すことは可能だって話ですよね。で、うん、彼、うん、青年が来ましたと、うんうん、青年よく聞きなさいと、うんうん、何を言われたのかねと、うんうん、で青年は、うん、答えは誰かに教えてもらうものではなく自らの手で導き出していくものであるって言われましたと、うんうんうん、まず確かにエニアグラムっていうのも、うんうん、自分が何にとらわれてるかです、はい、でそれを手放すにはどうしたらいいかを自分でこう導き出せみたいななことは、うん、エニアグラムはを知ることでそれは可能ですと、うんうんうん、で居酒屋ルームメイトに来た青年っていうのは多分かなり反応の強い、うんうん、あの鉄人に向かって、うん、暴言吐いたり、ね、暴言を吐いたりする、うん、っていうこの雰囲気から言うと、うんうん、ちょっとその反応タイプっていうのがあって、うんうん、エニアグラムでは大きく、うん、まあ、9タイプあるんですけども、うんうん、またそれが反応型、反応、うん、反応するよ、反応
タイプ、合理タイプ、合理的に考えるよっていう人、楽観タイプ、はい、っていうのと自己主張タイプ、融和タイプ、有利タイプのこの 3×3 で9つに分かれる、分かれるっていうのがあるんですけども、うん、青年の悩みはそもそも何でしたっけ。青年の悩みは、うん、青年は急に論破しに行った感じです、ね、君は何しに行ったのかね、うんうん、いや僕は、うん、世界はどこまででもシンプルであり、うん、人は今日から幸せになれるっていう手筋に対してちょっと異を唱えに行ってる感じです、うんうんうん、本当にそんなことあるのか、うん、だとすると青年も多分自分の中に世界はこうだっていうのがあるタイプです、うんうん、この子はありそうですね、はい、で結構この攻撃型な感じを見ると、うんうん、タイプ1っていうのがエニアグラムにある。それはその完璧でありたい人よく言われるんですけど、うん、理想があって世界は理想に沿ったものでなければならないと思っている人、うんうんうん、なので、うん、自分が思っている理想から外れたものを見ると、うん、攻撃せずにはいられない、うん、タイプに見えますよ、うん、でもこの人が1かっていうと鉄人の言ってることは結構もっともっとなことじゃないですか。それよりもこっちの方がいいんだっていうのがタイプ1っぽい。鉄人の言う世界はシンプルで、まあ、自分は変えられるっていうのよりもこっちの方が正解だろうみたいなところだと思うんですよね、はい、1の場合、はいはい、単なる否定ではなくて、はい、こっちの確固たるこれがあって、はいはい、これがないじゃないですか。ああなるほど、うん、ない感じがするんですよね、はい、うん、ここでもしかこの、うん、嫌われる勇気から、うんうん、エニアグラムって何って入ってきてくれた方に、うんうん、エニアグラムを簡単にその9タイプ、9個の OS を説明すると、うん、今のタイプがタイプ1。タイプ1。タイプ2だとすると、うん、もしこの世界はどこまででもシンプルであり、うん、人は今日からでも幸せになれる、うん、そんなこと思わないのかもしれないんですけど、タイプ2だと。うんうん、このもしかこの手筋に対して、うん、タイプ2が、青年がタイプ2だったら。タイプ2だったら。まあ、どういう反応するかっていうと、問題は世界がどうあるかでなく、うん、あなたがどうあるかだ、うん、世界はシンプルだとか、この第1回の動画で流した答えは誰かに教えてもらうものではなく自らの手で導き出していくもので、うん、あなたはあなたのままライフスタイルを選び直せばいいって言われた時に、うんうん、タイプ2だとすると、うん、そうなんですね、そう、どう反応する、心の中でどう思ってるかどうかは別として、そうですよねみたいな、なるほど、うん、じゃあ私もそれをみんなに教えたいと思います、うん、っていう反応で、これが腑に落ちるかどうかはまた分かんないですね。分かんないですけどね、うん、ただこのタイプ2っていうのは、うん、愛する人と言われるんですけども、うんうん、何かをしてあげたい、うん、何かをしてあげることによって自分には価値があるって思ってる人ので、まあ、自分の価値を上げるために人に何かをしてあげるみたいなのがタイプ2です、うん、でタイプ3っていうのは、うん、よく達成する人なんて言われるんですけども、うんうん、合理タイプで、うん、合理タイプの自己主張型、うん、なのでもしかタイプ3、うん、青年がタイプ3だとすると、うん、どんな反応になるんでしょう。僕の知り合いのタイプ3だったらパクりそうです、ね、なるほど、おっしゃる通りですおっしゃる通りですって、この言われた言葉をそのままどっかの誰かに、世界はシンプルなんだよみたいな話しそう。そう、問題は世界がどうあるかではなく、あなたがどうあるかみたいなことをさも自分の言葉のようにどっかで話してそうな。では、あのとてもスマートで、うん、合理的なので、うん、とても、まあ、理解力が早いというか、うん、自分が成功するために執着してる人、はいはい、なのでこういう言葉って結構響きそうな気はしますよね。いや、で人を、うん、あ、これ人に話すと、そうそう、話すと人をコントロールできるみたいな、人をコントロールできるとか、なんか自分のこう自分にプラスにできそうじゃないですか、はい、このカリスマ的な人の上に立ちたい、人の上に立つというか、こう人を引きつけたい人たちなので、はい、まあ、こういうのを聞くと、もうそっくりそのまま利用してたりしますね。まあ、僕の知り合いのタイプ3はですよね。で、タイプ4だと特別でありたい人、うん、個性的な人、うん、なのでこの方は反応タイプで、うん、有利タイプ人から離れてるって、はい、悲劇のヒロイン的な、うん、
まあ、芸術家タイプなんてよく言われるんですけど、うんうん、これ言われたら私はみんなとは違うんだって言いそうですよね。あ、そうですね、みんなはそうかもしれないけど私は違うんだみたいな反応が返ってきそうな気がしますけどね。し、うん、あの青年みたいに、うん、あんな激高はしないです。激高はしない。だから今みたいな多分、まあそうかもしれない、まあ、けど私は多分、うんうんうん、っていう、私はそうではないみたいな、有利タイプっていうのはちょっと離れてるんですよね、うん、なんでその周りから見るとちょっとおとなしい感じ、うん、おとなしいで、タイプ4は個性的なんで、はい、おとなしいのに目立ってるみたいな部分はあったりするかなって、まあ、そういう個性の主張の仕方を、うん、こう多分自己主張の人とかは本当にバーッと喋ってとか、はい、大きな声出してとか、はい、こうオーバーアクションだったりとかでこう本当に目立つ人ですけど、有利タイプはどっかこう隅っこに引っ込んでこうあんまり喋らないしみたいな、おとなしくて、だけどこのタイプ4の人はおとなしいのにすごい個性的な服着てるとかで、うん、タイプ5タイプ5は観察する人なんてよく言われるんですけど、うんうん、まあ俗に言うなんかよく漫画のキャラでもある博士タイプ、うん、とても有利タイプで合理的、うん、有利タイプなのでちょっと上の方から俯瞰して物事を見て合理的に考えて世界はどうあるかみたいな、世界が、まあ、なんか物事の真理みたいなのを知りたい、はい、探求したい、からこれ言われるとそれが本当なのかどうかを調べてきます、調べそう検証します検証しますなるほど、あなたのおっしゃる通りです、うん、まず全部言ってくださいと、うん、なるほどなるほどみたいな感じで書いた後にこれそれが本当かどうかを検証し出すみたいなっていうタイプがタイプ5、うん、で次タイプ6、うん、これはあの忠実な人なんてよく言われるんですけども、うんうん、これは反応タイプで融和タイプ、空気を読んで、うん、反応して、ちょっと反応タイプっていうのは、うん、何かあった時に心の反応がすぐに出る、うん、でそれを表さずにはいられないっていう人たちなんですけども、うんうん、このタイプ6というのは日本人で一番多いと言われる、お日本人っぽいタイプ、あの、うん、和をもって尊しとなすじゃないですけど、うんうん、こう協調性が大切で仲間が大事、仲間を大事にかね、うん、だから逆にこう協調性がない人を攻撃したりする面もあるっていう、そうですね、うん、し仲間を守るために先頭に勇気を持って立つっていう行動もしますと、うんうん、でタイプ7っていうのは冒険する人とか、うん、まあ、楽しい人です、楽しい人生を楽しみたいみたいな人ですね、そうですね、うん、楽観的で自己主張よく、まあ、少年ジャンプの主人公に出てくるような、うん、ドラゴンボールの孫悟空とか、うんうん、ワンピースのルフィとか、うん、俺強いやつ見とワクワクすっとみたいな、うん、新しいものが常に正しい、うん、新しいもの新しいもの新しいものみたいな、このタイプ7の人が言ってたのが、こういつも自分の心の中で今お前が持ってるものでは幸せになれないって思ってるっていう、はい、っていうのがタイプ7、うんでタイプ8っていうのは挑戦する人って言われるんですけども、うん、力強くてエネルギッシュで、うんうん、自分が欲しいと思ったものは力ずくでも手に入れる、漫画とかアニメでいうと、まあ、ジャイアンみたいな、ジャイアン有名人でいうと、まあ、星野仙一さんとか、うん、和田彦さんみたいな、うん、力強いタイプ、うん、リーダーシップを取ると、うん、とてもうまく機能するときはあれば、まあ、要はそのリーダーシップの取り方が俺についてこいなんですね、俺についてこいタイプ、うん、なのでこう力強さはあるんで、こうリーダーとしてこう引っ張っていってもらう安心感みたいなのがすごく、はい、でコントロールがうまい、うん、けどコントロールされるのが嫌い、うん、うまいかどうかはあれですけどね、まあ、そうごめんなさいねでタイプ9っていうのは有利タイプで楽観的、うんうん、まあ、なんか保安とした人、平和そうですね、調停者とかよく言われます、うん、いろんな意見がすごい分かるっていう人、うん、この周りに問題がなければ大丈夫、はい、だから揉め事とかなければ平和に過ぎてれば、まあ、世の中大丈夫だろうみたいな感じなので、いろんこう揉め事が起きないように、揉め事の理由ってこう人の意見の対立みたいなところじゃないですか、はい、なのでこう全部取り込んじゃうみたいな、この人の意見も分かるし、この人の意見も分かるし、この人の意見も分かるみたいな、
だと、もしかタイプ9の人が青年、うん、タイプ9が青年だったら、うん、僕がその鉄人に行ってこれを言われたら、ああなるほどなと思います。ですよね。なるほど、なるほど。合わせてるんじゃないですよね。なるほど。合わせてるんじゃなくて、ああまあ本当そうだよなみたいな、そう思いますっていうその意見が入ってきちゃう感じで、私は自分のことタイプ6だと思ってるんですけど、うん、私だとすると、うん、やっぱちょっと初めは疑うんですね、うん、騙そうとしてる君は。この本を読んでどう思いました？こういうのがあなたがどうあるか。あ、で私はこのアドラーを見た時は、もうアドラーっていうのがとても認められているもの、あ、最初から最初からもうすごい人、うんうんうん、でこのタイプ6っていうのは父親的な人と肯定的に結ばれている、うんうん、要は上の人とか偉い人、認められた人を盲目的に信じるところが、あ、多分この信じるか信じないかなんですよね、多分、はい、最初の第一歩がで、うん、大きいものであれば、うん、結構盲目的に信じるところがあります。それがうさんくさいとしても否定する部分時もあったりしますよね。偉い人、有名な人でも、あ、まあテイスティングはしますけどねテイスティングは必要です。なのでこうまず見るところが、言ってる内容よりもその人が信用できるかできないか、まあまあ確かに、でもまあ大きいものであれば大きいものであるほど認めやすかったりはすると思います。権威に、権威的なものに、うんうん、で権威的なものに従うので正しい、うん、あ、おっしゃる通りだねって、まあ、前提としても正しい前提で読んでる、読んでるので何とも思わなかったですけども、うんうん、この青年の気持ちになると結構同じ反応ですね。これを、まあ、アドラーじゃなくて、はい、もうなんかよく知らないどっかのおじさんに、はい、居酒屋にいたらでたまたま隣の席だったおじさん、うるせえですよねで言われたら、だとすると、まあ、全部反論はしてると思います、うん、みたいな、それ本当なの、全反論です、ね、全反論、はい、そうすると中身はもう入ってきてないわけですよね。知らないおじさんにそもそも話されたら。でもその知らないおじさんが、うん、例えば、うん、いや僕はどこどこの社長ですと、うんうんうん、あ、うん、なんとかっていう本を書いていてね、何千部売れたんだよ、うんうんうん、っていうのを出されると、うん、なるほどそうですかっていうことは、 なのでこう言ってる内容ではなくて、その人の肩書きとか、肩書きとかは結構気になりますね。で なのでこう信用できるかどうか、その人そのものが信用できる人かどうかは大きいです、うん、はい。で信用できる人の言うことは聞くけど、できない人の言うことはどんなに正しくても聞かない。まあ正しい点数はテイスティングですよまあ、うん、っていう人は9個の決められたプログラムがある、決められたプログラムに沿って動いているっていうのがエニアグラムですと、うんうんうん、でもまあ決められてるっていうのは自分の心が決めてるみたいなところではありますけどね。心が決めてる、こう機能的に備わってる、いや条件反射的なものだと思ってるんですけど、条件反射的なものを、あのエニアグラムでは気質は変わらないとして、変わらない、それはもう生まれつきなんですけども、うん、もうドーパミンとか、うん、ノルアドレナリン、アドレナリンの分泌の出方が、うん、によってタイプが分かれるっていうのが、うん、まあ、生まれつき決まってますよ、決まってますよっていう。でまあ、その気質は変えられないけど、とらわれは手放すことができるみたいな。そうで、うん、ここで前の動画でも言っていたこのライフスタイル、うん、要は気質、性格っていうのは、うんうん、まずこの自動的に湧き上がってくるこの感情というか反応というか、うんうんうん、これを知ることで手放すことができますよっていうことですよね。まあ、とらわれてる、なのでこのそれが良くないことだって分かれば、あ、これ良くないんだ、じゃあやめとこうみたいなことが選択できるわけじゃないですか、はい、要はこれは青年が行っていたこのバーっていう反発も、うんうん、生存本能なんですよね、うんうん、もうムクムクっと湧き上がってきて、うん、このままじゃ僕はやばい、うん、っていうので、うん、生存本能として湧き上がってきているものなんですけども、うんうん、これは、うん、あ、今こういう反応をしているなって、でそれは良くないなって話じゃないですか、囚われてるな、ね、はい、要は本能だけで今、うんうん、何も考えてないと、う
なのでそれを知ることができれば、あこれはちょっと抑えとこうとか、あ今来たみたいなっていうのを冷静に見ることができるようになるっていうか、まあ、そこを目指しましょうみたいなのがエニアグラム。エニアグラム、うん、どうかね青年と、うん、今のでエニアグラムの良さが、うん、なのでこのライフスタイルを選び直せばいいっていうのは、多分今の生活ライフスタイルに不満があるってことですよね。自分には変えられ自分では変えられないと思ってる、その変わるわけがないと思ってる。そう変わるわけがない、今のこの生活がこの不幸せだと思ってて、もうでも自分にはそんな才能もないしみたいな、お金もないし、でそれは、うん、まあ前の動画でその、うん、トラウマの議論、要はトラウマ、うん、過去がこうだったから、うん、もうしょうがないよね、うん、っていうこのフロイト的な原因論は、うん、ニヒリズムの入り口であるっていうのを前さらっと説明したんですけど、うん、ニヒリズムって何やって、うん、で僕は思ったんですね、うん、で調べたところ、うん、虚無主義だと、うん、なんかまあ今までウィキペディアによると、うん、最高の価値と人々が見なしてた目的が無価値、うん、目的が無価値なもの、要はそのどうにでもなれ的な、もう変えられないもの、うん、そんなことやっても意味ないよねみたいな、そうですね、ところですかね。もうその時々の状況に身を任せて流れるように生きるしかないよねみたいな反応とか、うん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 、タイプ Q っぽいですね。なるほど、うん、っていう、まあそのもうこうだったから、うん、もうこれはしょうがないみたいな、うんうん、こんなことがあったからこっちのこうなのはしょうがないよね、うん、変えられないよ、うん、みたいなのがニヒリズムで、このトラウマっていうものを定義したフロイト的なものが正解だとすると、うん、それはもう変えられないものってなるんですけども、まあ、アドラー心理学もそれは違うと言っているし、うん、エニアグラムもいやそれは手放せるよって、うん、まあ、そこは共通してるんですよね、うんうん、この多分フロイト的なのって楽なのは楽なのかなって、うん、まあ正にできますもんね、うん、スケープゴートがまあ自分自身の中だとしてもある、うんうんうん、なのでこうそれによって自分には価値がないって思ってしまってる人とかにはありなのかなとは思うんですよね、うん、で青年に追い打ちをかけるわけですよね、うん、追い打ちをかけるわけですね、追い打ちをかけるっていうか、トラウマ過去に例えば虐待にあったから、はい、自分は何ですかねこうなった、はいはい、みたいなところじゃないですか、はい、で、まあ、フロイト的な感じは、まあ、それはしょうがないよねみたいな、過去にこんな辛いことがあったらこうなってもしょうがないよね、しょうがないよねって言ってたかどうか知らないですけど、うん、まあ、こうなってたからこうなったっていうのがフロイトですね、うんうん、はい、で、まあ、だからしょうがないよねみたいな、辛かったねみたいな感じじゃないですか。あ、フロイト的に言われるとちょっと分かんないですけどね、フロイト的には多分そういう感じなので、こう本当に病んでる人とかには救いなのかなと思うんですよね。あ、まあ、共感はまあしてあげられてるのかもしれない、うん、でそこでこうアドラー的にすっごい病んでる人に、もう私はこう子供の時にこう虐待を受けて心に傷を受けて今うつ病なんですみたいな、それはあなたに原因があるんだよって言われたら、うつ病の人死んじゃうかもしれないとは思います。まあそうですよね、うん、そうなので本当、まあ、健全な人であれば多分こっちが正しいんです、アドラーが正しいというのか、あ、なんで、うん、処方箋の出し方としては、うんうんうん、分かる分かると、分かる分かる本当に病んでる人は、まあ、分かる分かるじゃないと本当に病んでしまう可能性あるかなっていう。じゃあその、うん、哲学の人が青年に対して多少厳しかったのは、うん、まだ青年が健全なんですね、健全というふうに見なして、うん、ああやってやってたんですかね、うんうん、じゃないとこうさらに否定されたら、それはあなたが間違ってるようじゃないですか。あ、その鉄人、まあ、間違ってるのかもしれないですけどっていうのはまあ感じました。なのでこうアドラーでいくと、まあ、あなたは変われますよ、でエニアグラム的にもあなたは変われますよじゃないですか、はい、そこ一緒です、うん、でこうアドラーはこう、まあ、変わるためにはこう知りましょう、自分を知りましょう、自分を知りましょう、うん、で自分で考えましょう、で自分を知るために一番最適なのがエニアグラムかなっていうのが、いうのが、うん、あの我々の M8 の相違ですと、うん、相違ですと。なのでこう
これだけじゃ変わりにくいじゃないですか。選び直せばいいとかって言われても、はい、エニアグラムだと囚われがありますみたいな。囚われを知りましょう。そう、はい、で囚われをっていうものを知ることができるからそれを手放すことができるけど、自分の囚われが何なのかを知らなければ手放すことも難しいかなっていう、はい、でその囚われが9個あるよ、うん、9個あるよ、9個あって、うん、それぞれ決められたような形で本当に考えてるんですよ、うんうんうん、なのでこうまずは知りましょう、はい、自分を知る、人を知るために最適なのがエニアグラムですよっていう感じじゃないですかね。あ、そう、今日この第1夜、うん、居酒屋やりましたけども、うんうん、これあれですね、うん、我々があのやり取りを見て、うんうん、どう思ったかっていう居酒屋でいいかもしれない。青年が来たとかじゃ、青年の話を立ち聞きしてた横で聞いてたっていう、横で聞いてた、 あの青年タイプいくつだよねみたいなっていう感じですかね、うんうん、居酒屋トーク、居酒屋トーク。なのでじゃ次は、うん、第2夜、うん、居酒屋で鉄人と青年が話をしてる横で僕たちが飲んでるみたいな、あ、それそんな感じですかねそんな感じですかね。要はまあ居酒屋で、第一夜の居酒屋ですと、うんうんうん、でこれやるんだったらエニアグラムがいいんじゃないみたいな感じですよね。ちょっと青年にも聞いてほしいですよね、うんうんうん、っていうところで、うん、はい、第一夜、はい、ちょっとまた手探りなところはありましたが、はい、第二夜はもうちょっと仕上がると思います、うんうん、方向性がとりあえずやってみようなんでまあまあ、ね、ルーム8っていう勝ち側にあるコーワーキングスペースの、うん、まあ、M8 招待、 M8 招待なのでもう、はいはい、実験室ですよ、実験室ラボです、はい、うん、なので次は第2夜、第2夜こうご、うん、ご期待でございます、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録も何卒お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。